第48話、追う者、討伐、巨人を否定する討伐者って、ユミル、ベルトルト、レッツゴー。ライナーとな、ベルトルトによりな、捕らえられとったな、ユミルとエレンやって。巨大樹の森でな、目覚めた二人はな、体のな、修復にな、努めるしかなかって。このままやったらな、クリスさんに会えへん。冷静にな、状況を判断したユミルはな、脱出のな、機を伺うためにな、まずはな、ライナーたちに従う姿勢をな、示すことにしたいんやった。第48話、追う者。わからないだろう。こんな人間だと知っても優しく笑ってくれるんだぜ、あいつは。目標は目の前にいるよ。クリスのために行ったるか。それだ。待て。ヒストリア止まらない。力、思い知れ。ヒストリア、あるぞクリスさん、待っとくんやで。それヒストリア、もうヒストリアで言わんかった。あ、そうや、お前分かっとるのな。もう大丈夫な？怪我したらん？よし。力、力ないんだ。僕がおとりになるよ。熱い、目標は目の前にいるよ。それ絶対に逃がさないで。ヒストリア、目標は目の前にいるよ。ミッション完了。とっとと帰ってクリスタとうまい飯でも食いたい気分だぜ。クリスタ、またって。クリスタの未来を考えてんで。